せっかくだから行の解説もします。どうもこんばんは。今回は当時の会話を再現しながら進行してみるぞ。で、赤文字は相方の月会誌になります。ちなみにこの時点で約22時間は挑んでいます。両つべの配信履歴見るとマニングばかりの放送事故。粘爆は当ててみせるからよ。当たったわ。OK、あとは左処理します。オーバーチャージかかった。あとは任せてくれ。じゃあ先に先行します。増援左から4。全員燃えたわ。エスカレーターは木の右には間に合う。じゃあ変わらず左上と下をやります。右1なので左から3。あとはやります。左上にシュート。着火したけどおそらくベテランヘビーウェポンについたかも。追加の引け身なしであとはやります。では変わらずスイッチ前まで行きます。最後の脇、これは左下から湧いた感じだわ。大丈夫、なんとかする。だけど53秒終わりだからリセットだね。ですね、リセットしましょう。邪魔だからアイテムだけ分解しておく。単純にカットするのを忘れていたのでそのまま流しました。あんな感じなのが全体のうち約4時間ぐらい占めています。マニングは一番最初が難しいんだよな。ちなみに他の TA チームも同じ答えでした。序盤のスイッチは46秒から49秒の間で押したいのでそれまでリセットの繰り返し。準備 OK です。まだアニマルがクールダウン中だからあと少し待って。フューチャーの顔が終わりそうなのであと5秒したら出発します。わかりました。レディー、ゴー。 The priority is to neutralize Emmeline Shaw, but you'll need to get control of the monorail system in order to reach her. The main entrance will be well guarded, but it's the easiest way in, and they won't be expecting company. シグネチャーの弾で若干見にくいけど当てるぞ。ごめん、砂だったから即死したわ。でもオーバーチャージの引け身でリカバリーするのでそのまま走ってください。じゃあ任せます。また左から4。多分上の敵はそのまま炎上すると思われ、前からはいたよ。右ゼロなので左から4。あとはやります。そのまま走っていいよ。無事炎上しています。こちらはもう終わります。いいですね、46秒。そのまま行きましょう。いつでも着火 OK。 右はベテラン2人います。うち1人ヘビーウェポン。少しダメージ与えます。次のは器用に残しておいてもよかったかもね。でもどの道また引け身打つので問題ないっすよ。こっちは終わった。あとはやります。1分13秒。速攻で。今のゲートのビルドはパーフェクトグラチャ、イジランスの赤森。武器はストレインドのアサルトライフルとエンシンクのスーパー90。そして敵の撃ち漏らしを即殺できるのと同中タンクが出てもすぐ対処できるよう、ドッジレブルスも装備しています。他にもスーパー90を使い切った後のダメをしようとしても使えます。頼むから敵がバラバラでいませんように。頑張ってね。ちょうどいい場所に赤モブがいる。やった。手前はヘビーウェポンにだけついたけど問題なし。こちらは全部処理完了。すまん、混乱しなかった。でも素振りはさせといた。ナイス素振り、あとはやっておきます。ここは混乱か素振りをさせてタンクが月界市の方に走らせないようにしています。いやー次も緊張するなー。大丈夫、月界さんならできるって。右タンクあり。先にタンク処理します。こっちは無事に着火したよ。こちらもタンク処理終了、多分左からは来ます。引け身つきました。ヘビーウェポンが残っていないなんて珍しい。23秒なので区間最速更新ですかね。ですね、これは大事にしたい。ここからは月界市がモブ処理へ。ゲートは毒ビルドにチェンジしモブ処理の手伝いと2箇所の脇を押さえます。完璧。次は来ます。あれはエリートヘビーウェポンですね。了解、任された。オーバーチャージします。いつでもどうぞ。もう次が湧きます。こっちは無事に炎上しています。ここもタンクだけなのでスティンガーに任せて移動開始します。そっちに自爆行きました。OK、 そのまま突っ込む方をします。なんかすんごい挙動不審なんですけど。やべ、インタラクトで待たせたら遅くなるじゃん。
大丈夫でした。走ってそのまま触れたので。こっちも合流が早くできそうです。先に着替えてから開けてください。もう着替えたので開けます。こっちも着替えた。エコーはやります。あとは頼みましたよ。よっしゃやったるで。外周からモグワキ。もうあと一体で終わる。扉前で待機しています。ここも最速更新しましたね。約4秒か5秒ぐらい早いよね。さっきのワニワニパニックエリアでは、ゲートはエヴァオーバーチャージ型の毒ビルドに変更。でっかい石は私と似た赤森ビルドに変更しています。つまりはあそこでスキルと赤森の役割がスイッチします。マニングはエクリから赤森まで全てを使いこなせるプレイヤースキルが求められますね。ただし今回ゲートはエクリを使いませんが。ゲートは毒、赤森、ヘッドハンター。ヘッドハンターは最後で見せ場があります。でっかい石は主にエクリで赤森の出番は終了しました。というかエクリは確実に当てる必要性があるので精神的な負担がありますね。エリート自爆はいないかも。わかんないよ、もしかしたら後ろに控えているかも。ヘビーウェポンの処理よろしく。このぐらいは問題なしよ。自爆来たけどエリートではない。うろうアップね。死んだらリセットが待っているから耐えて、からのオーバーチャージします。後ろは片付いているからいい感じ。オラー燃えろ燃えろ。右脇を確認、余裕があれば引け身一発。なくてもいけそうだけどベテランヘビーウェポンが右で耐えて嫌がる。前脇しています。大喜利倒れた。こっちも終わった。合流もそこまで遅くないしこれはいいのでは。ここでスキルをスキャナーとデコイにしたいので。毒は段数2発以上残していないと変えられないのでさっきの場所で使いすぎは注意。開幕引け身しますよ。でもグレポン余っているからグレ使うよ。あれ、引け身はいらなかった。ちょっとグレポンするタイミングが早すぎたから炎上する前に倒しちゃった。真ん中脇だといいですね。こっちはスキャナーのタイミングをミスらないか怖いけど。よし、真ん中。おお綺麗に終わった。これは動画映えしますね。いやーそういうフラグを立てるからさ。やっちまった。この先ミスったらまたワシントンに戻る羽目になるからね。頑張りますから。列車バグは一度乗車したらログアウトかワシントンに帰還で直ります。乗車前ならばログアウトや帰還する必要はありません。GA だと毎回直すのが面倒なので乗車前までに高タイムを出しておく必要があります。さっきのムービーで自爆がいたのは確認できたね。そうだね、エリートじゃなきゃいいさ。あっさっそ外したわ。ちょっと月海さん、フラグ回収が早すぎですよ。次は燃やしたから。弾が足りんかった。少しロスですけどここまでいい感じなので続行で。ベテランヘビーウェポンはいない感じ。自爆にだけ注意してください。でもこっちに二人とも走ってきたわ。大爆無敵でやり過ごします。こっちはもう終わる。引け身は仕掛けてあるので大丈夫です。この先の自爆野郎にエリートがいないことを祈りましょうか。引け身を使わない分先に炎上で倒せると思いますけどね。スキャナーはないので、OK。もうエリート自爆いたわ。シグネチャーでよかったですな。エリート自爆はいないと思われ、嘘ついた。え、でも自爆させる前に倒したからセーフ。タンクなし。じゃあ、自爆が二人もこっちに。なぜ生きている?華麗に避けました。いらんことスキャナー使ってしまった。二人が同じ位置にいるので敵がずれてくることはないわず。
第2のラナイ安定で行きますか。そうですね、安定を取りましょうか。了解。これは全員倒せる。やったぜ。デコイ効果切れた。月海さんあたりに行って。結局ほぼ同じ位置まで来てしまった。もしかしたらベテランだと死んでいたかもしれませんね。それかグレポンにしておくのも手だったかも。どのみち一度帰還するとシグネチャーの弾なくなりますしね。ここからゲートはヘッドハンターのワンパンで倒していきます。月海氏の装備に変更はありません。先に仕掛けてきます。いつでもどうぞ。 OK。拾いました。あと少しで設置できます。じゃあ次は任せます。おう、派手にぶっ飛ばしてきます。エリート自爆にだけ気をつけて。珍しく雑魚自爆だけだった。増援来ます。こっちは問題ない。最後の爆弾拾ってきます。念のためきっと挟みます。こっちもエリート自爆がいなかった。ラッキーだね。設置しました。さあかっこよく決めちゃってくだされ。うわー緊張する。頼むから開幕エリート自爆突っ込んでくるなよ。そこは片付いた。オーケー、こっちは終わったよ。左側が炎上していない。やっちまった。右は炎上している。今までの練習に比べたら若干のロスかも。ぬわーやっちまったよー。でも10分台はとりあえず出たからそれでよしとしましょう。多分51秒か2秒で終わります。やっと出ましたね。マニングの配信に来てくれた他のエージェントさんのためにも配信中に出したかったなー。いやー疲れました。今回のリーグ中のタッグありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございました。ゲートと月海氏は今回のリーグが初タッグなのでタッグ歴は浅いです。二人は普段ソロ勢で、今回はゲートが好奇心でソロ上位勢がタッグを組んだらどこまでいけるのかと気になったので話を持ちかけました。で現にソロ勢が組んでも好タイムは残せることが証明されました。この場を借りて長時間配信に付き合ってくれたエージェントさんとタップを組んでくれた月海さん、ありがとうございました。次回はスピードランの極意後編かディスカバ鉄馬1捨てのゆっくり実況で会いましょう。